今や世界中のボクシングファン、関係者の注目を集める WBC、WBO 世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也選手。だが、彼とて弱肉強食のボクシング界において、最初から、怪物、足りえたわけではなかった。井上選手がいかにして、本物の怪物、に進化していったのか。対戦相手たちの証言をもとに、 その強さの秘密、戦うことの意味について綴ったのが、怪物に出会った日井上直也と戦うということ、森合正則著、講談社官、だ。衝撃、メイウェザーを取り巻く美女たちがグラマラスすぎて、VS。オマール・ナルバエス、アルゼンチン、2014年12月30日東京。 東京体育館2ラウンド3分1秒 KOWBO 世界スーパーフライ級王座獲得井上の戦績発戦全勝 7KO 全編記事。一家の晴れ舞台が開始30秒で地獄に障害初のダウンを喫した絶対王者が告白する、井上直也のやばすぎるパンチの起動井上と私の間に大きな差を感じたんだよ。 試合に敗れ呆然とした表情を浮かべるナルバエス写真、山口博明。長い長い3分間が終わった。コーナーに戻り、椅子に座る。インターバル中はここから新しい試合が始まると、ポジティブに考え直すことができた。さらに4、5、6ラウンドくらいのことも想像していたんだ。第2ラウンド。挑戦者は手を緩めない。オマールも前に出るが、右ボディを食らうと、 その後はワンツー、ワンツーの連打が顔面へ飛んでくる。1分30秒過ぎ、オマールは反撃とばかりに思い切って前に出て、右フックを放った。かわされたと思ったら、気づいた時には左膝をついていた。コンパクトな左フックを浴びていた。井上の狙いすましたカウンターだった。3度目のダウン。カウント7で立ち上がった。圧力をかけてくる井上。 オマールは交代してロープ際に追い込まれた。挑戦者の左、左、右のパンチが顔面を襲う。オマールは必死になって顔をガードで固めると、空いた腹に左が飛んできた。なんとか玉、コラ、エル。全く同じコンビネーションの顔面へ左、左、右から、左ボディが二度続いた。二回目の左ボディはえぐられるような痛みだった。もう耐えられない。 一瞬の遅れとともに、オマールは顔を歪め、崩れ落ちた。そのまま星座のような体勢になった。レフェリーのカウントが進む。立てない、カウントは10を数えた。2回3分1秒、KO 負け。4年半温めたベルトを手放す時がやってきた。最後はもうこれ以上続けても無理だなという諦めだった。なので、続けなかった。 立てたけど、もうダメージを食らうだけだという判断だった。そして、はっきりと言った。井上と私の間に大きな差を感じたんだよ。グローブとバンテージのチェックを要求した。フォトバイゲッティイメージズ、衝撃の結末にセコンド陣は混乱していた。長兄マルセロが大きな声で言った。井上のバンテージに何か仕込まれているんじゃないか。 これまで不当のオマールがこんなに倒れるはずがない。ネストルも兄が何度もひざまずく姿に驚き、井上陣営に歩み寄った。2009年1月、WBA 世界ウェルター級スーパー王者のアントニオ・マルガリートがシェーン・モズリー戦でバンデージの中に石膏のようなパッドを不正使用していた疑惑が頭に浮かぶ。井上にグローブとバンデージのチェックを要求した。 リング中央に集まり、井上がグローブを外した。拳に巻かれていたのは白い布だけだった。マルセロとネストルは現実を目の当たりにした。ソーリー、ニューチャンプ、グレート、二人は井上を褒めたたえ、謝るしかなかった。ネストルが恥ずかしそうに振り返った。実際にグローブの中を見せてもらったら何も問題なかった。普通のバンデージだったよ。兄が何度も倒されて、 チーム全体がびっくりしたし、そういった行動になってしまった。ナオヤはモンスター、怒ったことは本当なんだなと受け入れるしかなかったな。リング上で泣きじゃくる息子。フォトバイゲッティメージズ。リング上では9歳の息子、ジュニアが泣いている。顔を覆い、声を上げて涙を流していた。息子に海外のタイトルマッチで戦っている勇姿を見せる。 オマールが夢を叶えた試合。ところが、親子の美しい物語ではなかった。初めて倒され、負けた試合になってしまった。オマールは大泣きするジュニアを横目で見ていた。試合前、負けることなんて誰も考えないよ。それが分かっていたら息子を連れてくることはなかった。もちろん、いつか負けるときが来る。だけどそれがこの試合とは思わなかった。 世界王座を計27度防衛し、12年にわたり世界のトップに立ち続けてきた。35歳を過ぎたあたりから、オマールは心のどこかで、いつか適正階級で負ける時が来ると覚悟していた。だが、まさか日本で息子の前でリングを這うとは、永遠に勝ち続けることはないんだよ。いずれ誰かが私に勝つというのはわかっていた。 私が王座を失うとき、判定負けはないだろう。試合の駆け引き、技術の攻防では負けない。だって経験があるからね。だから負けるとしたら、こういった試合、打たれて潰されるような試合しかないと思っていた。それが起きたんだな井上はプロ8戦目、世界最短で2階級制覇チャンピオンになった。しかも、ライトフライから一気に2階級を上げ、 飛び級による王座。ライトフライ級の上限48.97キロでは減量がきつく、試合前の数日間はウエイトを落とすだけで精一杯だった。リミットが3.19キロ上がり、52.16キロになった。減量区から解放され、水を得た魚のようにリング上で本来の力を発揮した。井上直也の時代、の幕開けを予感させる歴史的な慶応ダッシュ。 リング上の勝利者インタビューで高らかに宣言した。どんな挑戦でも受けます。連載を最初から読む、世界が井上直也の名を知った伝説の一戦。衝撃の2ラウンド KO 負けを喫した、アルゼンチンの英雄、似合う。